というわけで、まあ、前回ね、76ノーチラスでね、飛行場やったんですけど、まあ、昨日の夜ね、公式放送があって、まあ、いろんなキャラが強化されたじゃないですか。まあ、その中でもやっぱ特に、まあ、多色系のキャラの強化が結構熱かったんですよね。で、そんな中、今回ね、ちょっと僕は、このね、まあ、画面に映ってるこの4体のキャラを使って、ちょっとね、飛行場に行ってみたいと思います。さあ、今回はね、こういう編成で、まあ、行ってみたいと思います。まず、76リダチェンで、まあ、行くんですけど、76枠はまず銀蝶です。まあ、銀蝶ね、もうこれかなり、まあ、最近強化されて、かなり強力になってるんで、まあ、これでいいかなと。で、まず、強化されたキャラ、1体目のホルス。5属性強化が来て、まあ、火力がかなり強くなりましたね。まあ、リーダースキルもね、結構強いんですけど、ちょっと今回は、こいつじゃないです。で、今回、76のね、リダチェンで、まあ、銀千代の後を託すのが、このカーリーです。まあ、カーリーもね、別に、そんなバカ強いわけじゃないけど、まあ、火力も出るし、まあいいんじゃないかなっていう。で、ちなみに、このカーリーのね、リーダースキルの軽減率は35%らしいです。はい。で、伏黒にエルメの武器です。まあ、エルメの武器はもうこの、追い打ちとチーム回復盛るためだけですね。うん、このスキル、マジで邪魔なんで、まあ、空打ちはね、てか、まあ、こいつのスキルはもうどんどん使っていきます。で、ラファエルに、パネラの武器です。まあ、ラファエルもね、強化されてめちゃめちゃ火力がね、もう出るんで、ちょっとこれはかなり期待ですね。もうちなみにダメージ上限解放つけて、もう、43億ね、狙っていきます。で、相方がサクヤです。いや、これ70%軽減かなり熱くない？まあ、ちょっと欠損したら終わりだけどね、その代わり。で、サクヤにはドクター・ストレンジの武器です。さあ、ちょっとね、これで行ってみましょう。まあ、まだね、このパーティーの実力がどれほどのものか分かってないけど、まあ、いけんじゃないかな、普通に。まあ、いけんじゃないの？どうでしょう？まあ、ちなみに耐性とかね、もろもろは全部100%にしてるんで、その辺は大丈夫です。ただ、ちょっと後半ね、追い打ちを自力で組まないといけないんでね、その回復ドロップの確保とかがちょっとめんどくさい。まあ、それぐらいですかね。まあ、とりあえず、まずはカーリーのこのリダチェンを貯めるまで、まあ、殴り合いをしようか。ちょっとね、昨日、飛行場行ったばっかりだからね、まだ感覚が残ってるよ。いや、でもこれ強いけどさ、欠損した瞬間終わりって怖いよね。ちょっと序盤から結構ダメージが痛いっす。まあ、ちょっと若干操作時間が足りてない感じもするけど、闇狩りになったらね、ちょっとは伸びるんで。まあ、それまではちょっとしばらく我慢ですね。ちょっとこいつら邪魔だから、どいつか倒そうかな。この光のやつか倒すか。なんか銀千代のままでも案外火力出るね。やっぱ覚醒スキルの暴力がすごいわ、これ。ああ、いい火力出すね。なんか逆にあんま早く突破しすぎても正直な困るんだけど、あ、てか待てよ、ちょっと待てよ。さっき伏黒のあれ剣言ってたのにもう忘れちゃってるわ。じゃあちょっと待ってね。これ
これ使ってこうホルスの裏があの赤座なんで、これちょっと耐えましょうか。いやでも欠損怖いね、いくら76とは言っても普通にやっちゃう可能性あるからね。あーてかこれ回復アップあったのか、次の回で使えばよかったな。さあ突破しまして、まあカーリー次溜まるしここしのげば OK ですね。いやこれやっぱガードブレイクも結構いい感じに働いてるかもな。さあこれでカーリー溜まったんで使っていきましょう。いやもうちょっと昨日テンション上がりすぎてなんか今日沈んでるな。なんだ大丈夫か。まあね昨日はちょっとすごいワクワクしたもんな俺。うん76ノーチラス楽しすぎてさ、もうそれ以外考えられなかったもん。昨日の生放送とかもあんまし内容頭が入ってこんかったしなマジで。次消せないが飛んでくるんだよね確か。まあそれは昨夜であれすやいか。おびっくりした、もうちょいドロップ飛ばないで頼むから。まあ回復現象食らってるけど意外となんとかなってる気がするな俺。じゃあここは昨夜使います。でどうしようかな、まあ普通に組みゃいいか。あーちょっとホルスを使、いやホルス噛んでいいや。じゃあまあ普通に行こうか。一応昨夜がねあれ持ってるんでな、十字消しのやつ、そのね十字消しをしっかり発動させていきましょう。あーでもいい火力出てるわ。多色でねやっぱこんだけ火力出るとやっぱりいいよね。ごめんもう語彙力が完全に吸い取られてる。あ、やべえ、十字失敗しちゃった。あれ、しかも火組んでねえじゃん、俺。あっぶね。あっぶな。いやー、もうマジで怖いよ。さあ、ここで、伏黒を使う、というわけですね。うん、これ3ターンでこれ覚醒解除できるからね、相当強いよ。さあ暗闇がめちゃくちゃめんどくさい。これ水なくない？これ水ないと思うんだけど俺。これ銀杖使うか。あ、使おう。いやちょっと銀杖はね後半戦に取っときたかったんだけどね、まあしょうがねえわ。まあ銀杖のねスキルもこれ昨夜と相性いいからね普通に。うわーこれガードブレイクがやっぱいい感じに効いてるわこれ。よしさあこれでまあまあいいや OK。 あーでもなんかスムーズに来れてるなここまで。もう昨日のノーチラスマジでね最初から結構めんどくさかったんだけどね。やっぱ多色パーティーで火力出るとやっぱりいいよね。でまさかのここでまた欠損しちゃってる。
けど、あれこれ結構まずくない、これ。え、これさ、ここで消すとまずくない？だってさ、次消せない飛んでくるよ。え、ここで消すとまずくない？まあでもこれカーリー使うしかないよな。待って、これやばいな。いやーマジか、これ平気でこういうことが起きんのか、これ76なのに。これドロップマネジメント必要なのかな、やっぱり。俺もうさ、脳死でさ、最大組んでるけど、良くないのかな、これ。ちょっとね、サクヤじゃねえや、カーリーね、次の回でも使いたいんだよな。え、てか、サクヤってさ、あれ消せない回復あったっけ？覚えてねえや。ちょっとここは貯めれるだけ貯めていきたいですね。やばいね、なんかもう無言になっちゃうわ俺。いやー、ここ大丈夫かな。でもなんかまあ今んとこ大丈夫そう。カーリーあと3ターン。ちょっとこれマジで欠損怖いな。本当に後半それ起きたらマジで普通に終わるんだけど。オッケー。まあとりあえずホルスが溜まればオッケーだな。で、ちょっと待ってね。昨夜。あ、やっぱ消せない回復ないんだね、昨夜は。オッケー、まあいいや。で、これ次、あ、次の次か。じゃあ、ここもう一旦だけちょっと殴り合おう。あ、そうだな。闇ドロップは最悪欠損しても昨夜のあれが乗らないから、闇は積極的に消すべきだね。じゃあ、伏黒使います。そうだね。闇をとにかく積極的に消そう。闇は最悪欠損しても、大丈夫。さあ、この次はカーリーとあとラファエルのこの裏のスキルを使います。あー、やべえ、遅延走化つけてなかったな。あ、ちょっと待って、あ、やばい。あ、やっちゃった。あれ、これまずくない？あ、やばい。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。これやっちゃったわ。いや、落ち着け。ホルス使おう、ホルス使おう。いや、ホルス使えば多分、ギリ耐えられるんじゃないこれ。で、これも使おう。まず、この紫のやつを倒しに行く。いや、マジか、やってしまったな、これ。おい、何やってんだ、俺、マジで。いや、マジか、何やってんだよ、本当に。しかもなんか火力際どいしな。これ倒せんのか、これ。ガードブレ発動しないとさ、なかなか火力厳しいんじゃないの。あぶねえ、あぶねえ。とりあえずここの、ピンチは回避した。まあ、あとはもう普通に削りに行きましょう。やっぶねえ。普通に欠損しそうで怖いんだけど。
あ、欠損した。もう最悪なんだけど。もうマジでありえん。うわ、もう銀地をここで使わされるのやばいな。マジか。いやーって銀地をさ、あそこで使いたかったのに俺。いや、まずいね。まあでもスキル、まあ投げ入れにすりゃいいか、別に最悪。え、待って、終わったんだけど。え、普通に積んだんだけど。え、何それ。いや、普通に積んだわ。なんかシンプルに負けちゃったわ。まあちょっと俺のね、立ち回りが良くなかったっていうね。ちょっと闇狩りを温存しなかったのが悪かったわ。で、まあ3連ガチャドラが出てきました。まあこいつは特に、うん、普通にやりゃいいかな。いや3連ガチャドラほんとめんどくせえな。ただちょっとこいつもさ、吸収大丈夫かな。あ、オッケー、うん、だったらいいや。まあちなみに今半減張ってるんでね、ホルスの赤座のスキル使ったんで、10連ガチャだろうの先生も一応受けられます。はい、さあこっからですね。もう勝負はとにかく、もうこっからはとにかく欠損しないことを祈るだけです。怖いね。もう早速さ、火が欠損しそうになってるよ、マジで。さて、いやー良くないねそれは。パールバティとかいらないよ、そういうキャラ。回復ゼロはね、一応な、昨夜で解除はできるから、まあこれ使えばいいか。さあこいつはね、やっぱ向こう張ってるからね、どれぐらい削るかが問題なんですけどね。ああ、でも意外と削るな。あれか、ダメージ無効うまいことかいくぐってんのかなこれ。まあそれだったら別にいいや。ただちょっとこいつ毎ターンこうやってさ、なんかいろいろドロップ生成してくるからさ、それで欠損するとマジでめんどい。まあ半分切った時の回復花火はね、銀帳で対応します。ちょっとね、ここの欠損だけはマジで怖いからな。あとはシンプルに俺のパズルミスが起きないかも怖い。まあとりあえずここで半分切るでしょう。でここはなんか銀帳使えば OK です。じゃあまあ普通にもうここは突破しよう。まあダメージ無効貫通するからね、今は多分普通に倒せると思う。あー、ごめんみんな、追い打ち組み忘れた俺。何やってんだろうね、これ何やってんだろう。完全にやっちゃった俺。さて、僕が今ここでね、最も大事にすべきことは追い打ちを組む。はい、 OK です。ダメだもうね、マジで固定追い打ちになれたらいけんわこれ。マジで追い打ち忘れてしまうわ。さあここは余裕ですね。でまあ次はこれどうしようかな。まあ追い打ち分色がないから、まあここは一旦殴るしかない。ただちょっと怖いなこれ。削りすぎはマジで気をつけないといけない。
ちょっと一旦ね、ここは、うん、コンボ控えめで、行こう。あ、今のでそんだけのダメージ入っちゃうの？だったらもう伏黒使おう。これはもう使って追い打ち組んで倒しますね。10コンボいかずしてそこまで削るんだったらもうこれはいけるでしょう。ちょっとこのパーティーの火力がとんでもないな。多色で出ていい火力じゃねえぞこれ。あ、ごめんなさい。なんだったのさっきの。ちょっと意味がよくわかんないんだけど。さてとね、まあちょっと今度こそはちゃんと倒しましょう。でね、ちょっとまあこれ今挑んでんだけどさ、ちょっと申し訳ないんですけど、ここで負けたらちょっと僕も諦めますわ、これ。いや、ちょっとね、ここ戻ってくるまでに、あまりにも負けすぎて、ちょっと精神をね、吸い取られすぎちゃったわ、本当に。なんでちょごめんなさい、ここ負けたらもう僕終わりにしますわこれ。いや、このパーティーが弱いとかじゃなくて、シンプルにまあ俺のミスなんだけど、そう、ちょっと俺がねこのパーティーを使いこなせてない、マジで。そんな状態でね、なんか何回もやってもちょっと正直あれなんでね、ちょっとごめんなさい、ここで終わらせてください。いや、その代わりちょっとこの1回にマジで集中します。で、まあ負け続けてね来たんですけど、その間ね、僕がよくやらかしてたのがやっぱ追い打ちの組み忘れ。もうこれはマジで多かった、本当に。で、まあここもう倒しに行くんですけど、まあちょっと若干回復遠いのあれだな。まあいいや、行こう。まあこれ突破できなかったも知らないよ、さすがに。まあ多分大丈夫だと思うけどね。はい、さあ次どっち来る？君か、まあいいや。ていうか今普通に危なかったな。バルディン来てたら今やばくなかった？そうか、こいつ使って突破しちゃうとあれなんだね、バルディン来たら積んじゃうんだ。なるほどね。うん、昨夜も溜まってなかったしな。あっぶな。まあいいや、救われた。まあここはもう普通にやるだけっすね。まあアンドロメダのあの削りを見る感じだと多分ワンパンというか一発目で発狂ライン行くことそうそうないんじゃないかな。まあでも俺は警戒するけどね。あー、なんかちょっとキーワードいいライン行っちゃったなこれ。あー、なんかめっちゃ嫌な残り方したね。これまた同じぐらい削ったら絶対発狂ライン入るよな。これどうすべき。これラファエル溜まってんだったらこれ使ってもいいけどね。まずいな。それかもうここ光も多いしね、ラファエルの火力にかけて倒しに行くか。あ、ちょっとごめん、もう倒しに行こう。もうこれ倒し損ねたらもうしょうがない。ちょっとさ、多色パってさ、盤面の色次第で火力がさめっちゃ変わるからさ、そこ難しいよね、マジで。火力調整ほんと難しいよな、多色って。いや、これいけると思うよ。あ、オッケーオッケー。さて、あー、これは神ですね。素晴らしいキャラが来ましたね。多色パターンだからさ、そのガードブレイクなんて積んでますよ、もちろん。いや、これは助かった。これはありがたい。さあ、ここももう普通に倒しに行きます。
ちゃんと色は組んでます。はい、 OK です。いや、これは助かったわ。よかったね。追い打ち組む手間も省けるし。さあ、ここ大事よ結構。まあ、俺さ、なんかさ、やたらこいつ引くよね。何なんだろうね、マジで。じゃあ本当に困るんだけど、それ。まあ使うけど、まあこいつね、言って3ターンに1回使えるからね。ただ、さすがに連発されるとちょっと無理や、それは。あ、連発されたらさすがに無理だな。いや、しかも暗闇だるいわこれ。え、めっちゃ削るじゃん。嘘でしょ、マジで。ただ落ち込んなし食らっちゃったらあれだな。そんな削るんだ。いや、ちょっと難しいな。ちょっとこれは考えどころだな。じゃあちょっとね、ここ昨夜使いますわ僕。これでね、一応指が伸びるんで、ちょっとこれでこいつ倒しに行きます。ちょっと指伸ばさないとさすがに難しいわこれ。これで倒しに行きます。多分大丈夫だと思う。で、できれば十字も組みたいけど、まあそんな無茶はしない。 OK、 じゃあ行きます。まあまあまあ悪くないね、悪くないパズル。多分いけるでしょう。ああ、いけなかった。ああ、でも危な。え、なんで今いけなかった。あれ、なんか、え、今色組めてなかった俺。ちょっと待って、もうわかんねえ、もうわかんねえよこれ。なんでダメだったんだ今。ガードメイク発動しなかった今。まあいいや、発揮を食らわなかっただけ。まあよしとしよう。いや、もうやばい。なんでこいつに俺は振り回されないといけねえんだよマジで。まあいいや、行こう。いや、ちょっと今度こそちゃんと倒してよマジで。そうだよな、普通はそうなるよね普通。まあいいや。さあ、ここ誰引く。ああ、いいねいいね。いや、よくないな。いや、全然よくねえじゃん、全然よくないじゃん。これどうしよう。あ、待てよ、でも、あ、そうか、ラファエルあるから、これ受けられるか、こいつの発狂は。そう、ちょっとさ、このパーティーさ、水は入れないと、ね、昨夜の軽減貼れないからさ。いやー、水吸収だるいけど仕方ないな、これは。とりあえずまず伏黒使いますか。あ、ちょっとホルスも使うか、これ。こいつ確かね、操作短縮とかなんかやってくんだよね。まあどうせホルスまた貯めりゃいいや。いや、ごめんね、もう本当に俺パズル下手くそなんだけどさ、もう許してくれ。火、水、木、光はちゃんと入れる。これでね、多分さ、結構削るんだよね。あ、そう、ここで、そう、操作端子が飛んでくるから、これはホルスを使う。だー、ルーレット上書きありがてー。それはね、逆にありがたいよ。いやー、そう、こうなるんだけどね。
あ、でもさ、待って、これ、いや、あれ、ちょっと待って、こいつの HP いくらだ。ちょっとさ、ここでさ、例えばその、いや、ここでさ、例えばあの水以外組んでさ、さらに追い打ち組めばさ、こいつ倒せるかな。え、こいつ待って、今 HP1 こいつ。いや、もうわかんねえ。いや、ま、いや、ちょっとそういう変な賭けはやめよう。ちょっと待って、もう普通にあの、あと1になるまで殴り合ってラファエル使って耐えます。やっぱ、いや、もう怖い、もうマジで負けたくない。いや、怖っ。ちょ、あとは欠損だけしないように。闇は欠損していいから、ちょっと闇は消しとこう、全部。で、次ラファエル使って耐えます。いや、これ多分ね、 HP1 だと思うんだよね。まあでもいいや、しょうがない。まあこれ使えばね、こいつの発揮を受けられるんで、まあここで、てか念のため追い打ち組んどく。一応もしかしたらワンチャン倒せるかもしんない。いや、でもさ、ここまで来たらさ、もうほぼ勝ちじゃない。言って、あ、倒せた。使う必要なかったわ。まあまあ、いいいいいい、もう別にいいんだよ、いい、別に構わない。あ、しかもさ、今こいつ通常やってきたけどさ、そうそうそう、落ち込んなしをね、そう、解除するっていう意味でも今のは全然意味はあった。うん、やる意味はあったよ。で、まあここはもうね、普通に組むだけでいいと思います。ただ欠損しないのだけは、まあ祈って、欠損しないことだけをね、祈って。もうここは、うん、火力は全然足りそうなんで、まあその辺は大丈夫かな。銀杖とかも別に使う必要ないよな。普通にこいつと殴り合いを繰り広げればね、そのまま倒せそうだよね。ちょっとこの動画マジでなくなりそうだな。もしかしたら動画分割するかもしんないけど、まあいいや別に。そうだね、ちょっと欠損してないかだけはちょっと巻いた、マジでちゃんとチェック。いや、こういう時にさ、俺マジで脳死でパズル組んでさ、欠損してるのをさ、気づかずにそのまま負けるっていうのを過去にね、一応やらかしてるからね、俺。普通に。確かなんだっけな、ゴルケイロスで気候じゃやった時とかに、それやってたような気がするな、俺。いやー、それはだるいな。さあ、これで半分いくんじゃない？いったね。じゃあ、ここで、カーリ使います。で、あとは伏黒。いや、殴り合い性能高いね、このパーティー。回復力がすごい高いから、安定してるわ、すごく。ね、だってここまでほとんどの負けってさ、大体あれだもんね、俺のなんかミスというか組み忘れとかそういうのだもんね。さあ、次の次ぐらいで突破できそうっすね。ただこんなところで油断したらマジで普通に負けるからね。ね、このダンジョンの恐ろしいところってワンミスがね、死に直結するところだからね。さあ、じゃあここで倒しましょう、こいつを。光組み合わせるんだよ。 OK、 欠損はしてない、組み忘れもない。 OK、 よし、やっとボスだ。
絶対勝つぞ、ここは。まああとはもうここは普通にやっていくだけですね。もう裏マロとかと違ってさ、ここのねボスはさ、あのダメージ枠を張らないからいいよね。いや回復欠損するのがそこで、まあいっか、ダメージ受けてないし。あーやばい、今みたいなのがあんま良くないのね。脳死でいきなりパズル始めるっていうな、俺の良くない癖だ。まあ今欠損してないから良かったけど、こういう感じでさ、なんか俺結構やらかすんだよ。ちょっと巻いたマジでちゃんと見た方がいいな。ちょっと欠損チェックマジで忘れない、こっからは。大丈夫ね、 OK。 いや多色パってほんと難しいよね。まあ一昔前まで俺もよく使ってたけど、最近マジでね使わなくなったからさ、ねえあんま気づいてなかったけど、多色って本当に難しいんだよ、いろんな意味で。さあこれで復活は終わりかな。あ、まだするのか。まあいいや、ここはホルス使います。いやいいね、ホルスもいい働きしてるわ。さあここでもう両方倒しちゃってもいいんだぜ。あ、倒せないんだ。まあまあいいや。いやさすがにダメージ痛いな。回復半減食らってもこの回復力だからね、すごい安定感あるよな。え、これなんでこんな回復力高いんだこのパーティー。昨夜の 70% 軽減がいい感じに働いてんのかな。さあここは普通に行きゃいいか。うん、やっぱこのパーティーで挑むにあたってはやっぱ道中がちょっと厳しかったな。うん、ここまで来たらやっぱ安定するわ普通に。さあじゃあこっからはもうひたすら殴り合ってこいつをねぶっ倒そう。忘れない、欠損チェックを忘れない、ちょっとそれだけ、本当にそれだけは忘れない。欠損しない、 OK。お、すごい、めっちゃ削る。マジか。あのこの前76ノーチラスで気工場やったけど、だ同じぐらい削っとるな。すごいね、多色でこんだけ削れるってさ、やばくない普通に考えたら。でうわすごい、回復1コンボでもう満タンまでいくんだこれ。いやこれは心強いね。さああとはまあ半分切るタイミングでスキルをちゃんと使ってね。まあやっていこう。欠損してない、 OK。 ちょっとねくどいけどマジで欠損チェックだけは絶対忘れない。危ないね、今光が仕掛けたね。あーどうしようかな。ちょ、このパーティーって確かこの半減スキルでも受けられるよね。ちょっと待ってね、一応念のため確認させて。うん、一応多分大丈夫と思う、さすがに。じゃあちょっとここで銀地を使いますか。まあラファエルもあるしな。ちょ、一応銀地を使います。いや本当はさラファエルね
ラファエルでさ、こいつの本当の発狂、あの 2% 以下でやってくる、あれをね受けようとかも思ってたけどさ、こいつねスキルの効果消してくるもんね、すごいよな。あ、行かないか。しかもさ、これ次あいつあれじゃない、あのなんかようわからん6ターンに1回やってくる、あの攻撃してくんじゃないの次。違ったっけ。まあ最悪それ来てもまあラファエルあるからいいんだけど、いやこれさ、気候上が実装されたばかりの人とかさ、絶対これ悩まされたよね、この6ターンに1回やってくる、これマジですごいよな本当に。さ、とりあえず半分切りました。あ、やっぱやってきたね。じゃあラファエル使います。オッケー、ラファエルのスキルいいねこれ。いや絶対ダメージを受けないっていう安心感がもう半端ないわ。わあ、落ち込んすごい。いや削るね普通に。じゃあここはね、ちょっとカーリーは欠損対策で使いたいから、サクヤ使おう。欠損しないね、よし。ただ、ちょっとこっからが難しいな。ここのね、こいつの発狂を受けないようにしないといけないからね、なんとしても。本当に難しいのはこっからなんだよな。ほらもうすでに際どいでしょこれ。これね、木属性になるとラファエルの副属性がさめちゃくちゃ入るからね、場合によってはここで発狂ライン行って死ぬなんてこともありえるからな。いやーどうしよう。わかった。じゃあちょっとここは控えめコンボで行こう。控えめ。もう、カーリーあるから、最低コンボ。ごめん、最低は嘘だ。な、こんなのどうすか？いや、その日の落ち込まずいって。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、よかったよかった。今全力でやってたら多分、ね、行っちゃってたでしょ、これ。あー、よかったよかった。じゃあ、カーリー使って、で、こいつも使って倒そう。よし。はい、オッケー。さあこれで倒せましたね。はい、オッケーです。うん、もう完璧ですね。あ、最後の最後に欠損しやがったな。よーし。うん、やっぱね、やっぱ特にボス前とボスの安定感がなあ、ズバ抜けてすごかったね。もううん、殴り合い性能がすごいね。もう欠損しなかったら本当に強い。まああとはね、ちょっと今回サクヤの相方でカーリー使ったけど、いや正直ね、ホルスでもいいんだよね。こいつはさ、なカーリーと違ってさ固定ダメージもあるからね。まあスキル使用時っていうめんどくさい縛りがあるけど、まあそんな感じでね。うん、いやとにかくサクヤのこのナジュパ経験がめっちゃ強いわ。うん、だから、まあ、相方をなんか固定ダメージ持つやつに、まあ、したら、もっと、な、安定はするだろうね。うん。まあ、っていう感じでした。はい。というわけで終わります。